どうもこんにちは、まみよしです。ついに買っちゃいました、あのスマホ。いや結構ね、巷で話題になってたりして、僕もねめちゃめちゃ欲しいなと思ってたんですけども、端末代金が高すぎて全然ね買えないなって思ってたんですよね。ただね、今回中古でねいいやつを見つけたので、ついに買っちゃいました。そのスマホがこちら、 Galaxy Z Fold 4です。なんとこのスマホですね、パカッと開いて、まあスマホにもなるしタブレットにもなるっていう、そういったねスマートフォンになります。これ新品だと確か22万とか25万とかなんかそのぐらいするんですけども、今回10万ちょいで購入しました。でまだこちらの Galaxy Z Fold 4あんまり使えてないので、詳細なレビューとかっていうのは出せないんですけども、今回はね2日ぐらい使ってみて、実際にどこが良くてどこがあんまり良くなかったのかっていうのをね、まあ雑談形式で紹介していきたいと思います。ということでやっていきましょう。ということですね、僕が普段使ってるこちらの iPhone14 から Galaxy Z Fold 4に移行しようと思ってます。で実際ね使用アプリとかちょっと移行してみました。で使った感じとしてはかなりいいです。でまあいいところとしては、まず漫画ですね、これが一番でかいです。結構スマホでね漫画を読むとアスペクト比が合わなくて、上と下側が黒縁になっちゃったりして、あんまりね見やすいとは言えないんですけども、こっちの Galaxy Z Fold 4は違います。適当な漫画開いてみます。まず普通の携帯モードで開くと漫画こんな感じで見れます。かなりね小さくて見づらいと思うんですけども、このスマホ開くとなんとこんな感じでね、めちゃめちゃ大画面で表示されます。しかもアスペクト比とかもねこんな感じで漫画とねほぼほぼ合ってるので、漫画専用機としてめちゃめちゃいいですね。横にすると2ページ分こんな感じでスクロールすることができます。漫画を読むのにはめちゃめちゃ最適なデバイスだなって感じてます。しかもタブレットと違って普通にね折りたたんでポケットに入れることができるっていうのがめちゃめちゃいいなと思いました。まあ漫画だけじゃなくても、あと YouTube 動画とかもそうですね、スマホの状態だとめちゃめちゃちっちゃい、これ横にしても結構ね黒帯入ります。でその状態で開くと、普通に開くとこんな感じ、横にするともうちょいでかく表示されますね。なので電車とかでもこんな感じで片手で動画を大画面で見れたり、漫画を大画面で見れるっていうのがかなり嬉しいなと思いました。なのでコンテンツ消費デバイスとしてかなりいい感じですね。でそして画面が1個2個3個あるんですけども、これ面白くて、今こんな感じでね外カメで動画撮影の方をしてるんですけども、この状態でですねここの右上のボタンを押します。そうすることによってカバープレビューっていうのが表示されて、なんとこんな感じでね裏側にプレビューを出すことができます。なので外カメでね綺麗な画質で動画とか写真を撮ることができます。これもねかなり嬉しいポイントになってます。しかもねプレビューがでかいのでめちゃめちゃ見やすいし、あと Android ならではのメリットとして、例えばこんな感じでねスマホ2台を並べて使ってるかのような、片方は YouTube 片方は Instagram みたいなね、こういった使い方もできます。なのでスマホ1台でいろんな作業をしたいとか、いろいろ見たいっていう方に関しては、この iPhone よりもねこっちの Galaxy Z Fold 4の方がかなり優れてるんじゃないかなと思いました。であと僕が見たかったのはこちら、トレーディングビューとかね、こんな感じで横幅が狭いと見づらいんですけども、これを開くことによってこんな感じでねパソコンとほぼ同じような感じでチャートとかを見ることもできます。これはかなり嬉しいですね。あとは MT4 とかに関してはこんな感じでタブレット版のアプリをこの Galaxy Z Fold 4で使うことができます。こういう点もね、かなりいいポイントですね。あとはね原神とかも試しに入れてみたんですけども、ほぼ正方形みたいなこんな感じの大画面でやることができるので、まあこうやってねゲーム機として使うにも結構いいかなと思いました。だいたい使って感想はそんな感じかな。あとはスタンドなしでこうやってカメラをね机に置くことなんかもできます。で、まあ、このギャラクシーにしてね不便だなと思ったのは、まずこれですね、マグセーフがないこと。でマグセーフに関してはケースでね対応してるものがあったのでちょっと購入してみました。これです。概要欄にねリンク貼っておきます。中身が TPU 素材のケースですね。2つに分かれてます。これちょっとつけてみます。あ、こんな感じね。上側もケースつけてみるとこんな感じ。やっぱりゴツさは増しますね。ただ TPU なので滑りにくくなってる。うん。持ち心地はアップしたけど、まあ、かっこよくはないかな。こんな感じです。でマグセーフしっかりくっつくか見てみます。こういったマグセーフアクセサリーも、磁力は結構弱いな。
まあ、ギリギリつくかなっていう感じで使うことができます。リングとして使うにはかなり弱い磁力ですね。まあ、充電器にペタッと貼るぐらいの磁力はあるっていう感じ。磁力の弱いモフトとかだと、あ、意外といけるな、でも。うん。まあ、ギリギリっていう感じです。で、あとこれ、今思ったけど、なんかケースのこのカメラ部分が結構ずれてる。まあ、今のところね、この iPhone からちょっとね、こっちの Galaxy Z Fold に乗り換えてみて不便だなって思うのは、AirDrop ができないこと。あとは、この Apple Watch ね、これが使えないことっていうぐらいかな。あと、ま、Suica とかはついてるし、まあ、そんな感じかな。あと、この縦画面にしてる時の画面比率、これめちゃめちゃ縦長なんで、そこだけはね、ちょっと普通のスマホのサイズにしてほしいなと思いました。まあ、なんかね、来月あたりに Pixel Fold っていうのが出るみたいな噂があって、それはね、普通のスマホの縦横比で、こんな感じで開けるようになるっぽいので、ちょっとね、それめちゃめちゃ欲しいなと思ってます。買った後にその情報を知りました。という感じで、今回ね、そんなに内容なかったと思うんですけども、今後ね、この Galaxy Z Fold 4、実際にしばらく使ってみてどうだったのか、どこが良くてどこが悪かったのかっていうのを紹介していきたいなと思ってます。ということで、以上 Galaxy Z Fold 買ってよという報告動画でした。バイバイ。